はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、これね、えー、黄金の、はい、黄金の金のね、えー、たまたまを知らないか、というね、えー、たまぞうさんのブログでございます。はい、たまぞうさんのブログでね、えー、重要なことを伝えてます。何がかというとね、はい、この3月に、えー、3400品目がね、 値上げとなりますということです。これも何回も言ってるんですけどね、実は。でもですね、分かってない方は多いんですよ。はい。えー、例のね、おでんの具については、受け入れる人も、この食料のキッキーに関してはね、受け入れなかったりするんですね。はい。ちなみに私の知り合いも、 嫌な顔されます。この食料のキッキーの話をすると。でね、卵がね、もうそろそろなくなるよ。だからね、卵ね、塩漬けにしたりとか、あ他にね、工夫してね、あのー、保存しとかないとダメだよ、と言っても、いや、なくなんないよ、そんなの、と言ってね、聞き入れてくれません。はい。その人は食べてないです。はい。えー、あの、例の件についてはね、えー、わかったって言ってね、 えー、たあれだったんですけど。で、備蓄はあるのって聞いたら、あ、ちょっとはしてるよって言うんですよ。で、えー、どのくらいって、うんー、サバ缶10缶くらいかなって、えー、ってか、もうそんなもんなんですよね。はい、意識が。100缶くらい買っといた方がいいよって言ったんですけどね。えー、ちなみに、サバ缶も、3月から、はい、えー、主力のね、 えー、日水のサバ缶が400円以上になります、一缶。はい。そういうことでございます。どれだけ値上がりすれば、食料の喫起だと気がついてくれるんでしょうかはい。えー、すごいね、私、本当にこれでは頭かけ、抱えてます。はい。一缶1000円以上になればね、えー、食料の喫起だと気づくんでしょうか はい。卵も1個100円以上になれば食料の危機だって気づくんでしょうかねはい。えー、ちなみにですね。えー、まあ、なんというかね。えー、洋のッパとか、なんていうのかな。アメちゃんとかね。えー、卵も1個100円以上しますからね。それでもね、気がつかない人は気がつかないんですよ。 まだあるじゃないって言って、まだはあ、ありますけど、そのうちなくなりますよってことなんですよね。もうとんでもないね、値段になってます。はい。えー、とんでもない値段にかなってるにもかかわらず、えー、蓄えようとしない人、はい。備蓄しようとしない人、はい。えー、これから泣きを見ますよということです。 4月からエネルギーの高騰が始まります。そしたらね、こんなもんじゃ済まなくなりますよということです。はい。えー、ちなみにですね、えー、私ね、えー、まあ、あ節約ですね。あのー、電気代の節約のために、夏、沖縄大変暑いんでね、はい、ちょっと節約の話になっちゃうんですけど、夏、沖縄大変暑いんで、えー、冷風機を1台買ったんですけど、うち部屋2台あって、 部屋が2つあるんで2台必要なんですね。で、えー、昨日 Amazon で、えー、安いうちに注文しました冷風機。はい。送料高くなってました。はい、えー。送料3000円です。まだ上がってないんですけど、送料がついてました。はい。1000、えー、回頼んだ時は確か送料無料だったようなんですけどね。はい。色い々ろいろおかしなことが起きております。えー、こんなんでね、 エネルギーのキッキーとか、食料のキッキーがね、まだ、まだ来ないって言ってる人たち、本当に大丈夫なんでしょうかね。はい。えー、ー自分の身のために備蓄はした方がいいですよ。そしてね、 えー、エネルギー対策のために、節約するためにね、いろんな方法を考えた方がいいです。うちはもうね、えー、今年は冷房を使わないで、冷風機で、えー、乗り切ることにしました。はい。えー、そういうことでございます。はい。えー、ちなみにですね、こちらはあ、今日ね、今朝作ったんですけど、えー、新しいね、えー、ピン止めです。はい。えー、こちらは、あ、ね。 はい、えー、スズランですね。で、こちらは、あバラの花でございます。これね、ピン止めです。はい。え百、ー、均で買った、えー、いわゆるね、えー、刺繍のね、ワッペンと、おこちらのね、えー、ピンとね、あと、お UV レジンでね、作ってみました。はい、こちらもブローチでございます。後ろね、ブローチピンがついております。このように、えー、作るとね、 え普段のおしゃれもね、ちょこちょこっと可愛くできますよということで。はい。えー、まあ、そんなこんなでございます。えー、本当にね、えー、どこまで上げ上がれば気がついてくれるんでしょうかって思ってます。はい、えー。皆さんもね、そういう方いたらどうぞコメントにお書きください。それでは、あ皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。